大臣、現在のサンマの一匹あたりの平均小売価格を答えてください。予算委員会でクイズ大会のようなことは控えてください。農林水産大臣のあなたが答えられないのは問題だと思いますよ。庶民の目線に立ってないんじゃないんですか大臣が全ての業務を把握している必要はないと考えております。予算委員会と直接関係のない質問への回答は控えます。そうやっていつも質問をはぐらかして、国会経視も肌肌しいですよ。 国会でくだらないクイズ大会をしてる野党の皆さんの方が国会を軽視してると思いますけどね。全く、しょうがないですね。じゃあ質問を変えますよ。次こそちゃんと答えてくださいね。スリーサイズはいくつですか今、なんて言いました。ふざけてるんですか大臣、また逃げるんですか国会を軽視するのはやめてください。そんなふざけた質問に答えられるわけないでしょう。じゃあ一体何の質問なら答えてくれるんですか もう別の質問しますよ。ファーストキスは何の味でしたかだから何ですかさっきから、私が女だからって馬鹿にしてるんですか大臣の健康状態や過去を把握するのも大事なことでしょう。大臣も我々野党議員のスリーサイトやファーストキスの味は気になるでしょう私はそんなどうでもいいこと、考えたこともありません。私にはどちらも関係ないことです。全くしょうがない人だな。じゃあ次の質問いきますよ。お風呂では最初にどこを洗いますか答えません。 素敵な男性のタイプは何ですか答えません。<S, S と M どちらですか答えません。いい加減にしてください。底辺合コンじゃないんですから。いい加減にしてほしいのはこっちですよ。何も答えてくれないじゃないですか。大臣、どれだけ国会を、国民を、馬鹿にすれば気が済むんですかどう考えても国会を馬鹿にしてるのはそちらでしょう。何ですかさっきからどうて。男子中学生みたいな質問は。じゃあ次の質問いきますよ。 あなたは犬と猫とボートに乗っています。すると、犬と猫が湖に落ちました。どちらを先に助けますか今度は心理テストですか。もうめんどくさい。猫でいいです。この場合、猫はお金で、犬は国民を表しています。つまり、あなたは国民よりもお金を選ぶということですね。だから、これはただの心理テストですよね。いいんですかこれ生中継されてるんですよ。大丈夫でしょう。国会中継なんて見てるのは暇人か頭のおかしい奴しかいないんだから。 なんてことを、これこそ国会軽視発言でしょう。続いての質問です。今何問目本当にクイズ番組のやつじゃないですか、それは。これも答えたくないんですか当たり前でしょう。くだらない。どうでもいいですよ、そんなことは。でもめんどくさいから答えてあげますよ。5問目ですか。はい、残念でした。7問目でした。外したから大臣やめてください。小学生じゃないんですから。いや、小学生の方がマシか。とにかく。 セクハラやクイズ番組みたいなくだらない質問はやめてください。はいはい、わかりましたよ。じゃあ次の質問なんですが、大臣の生肝体はど、答えません。一番最低でしょ、その質問は。ああ、はいはい、はいはい、わかりました、わかりました。じゃあ大臣、日本の食料自給率の低下についてはどう思われますかやっとまともな質問ですね。その件に関し 岡村農林水産大臣の国会軽視発言がやばすぎる。岡村農林水産大臣の国会での不真面目な答弁や態度が現在絶賛炎上中。日本の食料自給率の低下についてはどう思われますかくだらない質問はやめてください。つまりあなたは国民よりもお金を選ぶということですね。当たり前でしょう。くだらない。どうでもいいですよ、そんなことは。大臣、どれだけ国会を、国民を、 バカにすすれば気が済むんですか。私はそんなどうでもいいこと、考えたこともありません。私にはどちらも関係ないことです。皆さんはこんなふざけた態度を取る大臣をどう思いますか辞任すべきという方は高評価ボタンをお願いします。